どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は今やっぱり大ヒット中バックナンバーのオールドファッションという曲をこのウクレレでやってみようと思うんですけど、今日はですね、簡単ウクレレ教室と言いながらもちょっと難しいです。いつもとちょっと出てくるコードの感じがかなり変わります。そしてコードも多いんですけど、今回たまにはですねちょっとこう中級者以上の方にも、楽しんでもらえるようにやろうと思います。まあバックナンバーの曲は大体ちょっとですねやっぱりただものじゃないコードとかいっぱい出てくるんで、簡単にするとですねその雰囲気はちょっと失われるかなと思って、今回あえて結構中級以上のアレンジでやってみようと思います。でもですね、他の楽器でやることに比べたらもうこれはるかに簡単だと思います。まあ、ちょっと最後までご覧ください。その中でもまずは4つ弾きで、簡単バージョンを最初にやって、後半は16ビートのチャを入れた、もう、あとはガスペジオと、このかっこいいリズムを取り入れたかっこいいバージョン、2バージョンやりますんでね、最後までご覧になってください。やっぱこの曲に関してはちょっと難しいんですけど、ウクレレでね、自分が好きな曲を弾いたり歌ったりするの最高に楽しいんですよ。ウクレレが簡単なんです。でも奥もすごく深いです。奥が深い、今日やる曲がこの奥が深い一例ですけれども、まあずっと続けられる最高のパートナーになりますので、ぜひ皆さん始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどん弾けますからね。ここにリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行ってもらって、数字の1から順番に、動画を見ると知らないうちに弾けてるよってことになりますから、さあ行ってらっしゃい。初心者レッスンはここをクリック、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。そこにはもうすでに650曲以上の超簡単ウクレレレッスン動画が上がっております。中には今日やるようにちょっと難しいのもありますけど、まあいろいろありとあらゆる音楽をウクレレできるようにしてますんで覗きに行ってください。じゃあ早速やってみましょう。オールドファッション、ちょっとコード、いつもと違うのが出て、コードもしっかり解説しますんでね、途中で。まずはやってみますよ。シンプル簡単バージョンは、イントロ抜きでやります。後半のかっこいいバージョンではイントロやりますから。やってみる。1, 2, 3, 4. よく晴れた空に、雪が降るような、そう、多分そんな感じだ。変な例えだね。そう思うよ。だけど君はそんな感じだ。一体どこから話せば君という素敵な生き物の素敵さが今に嗅いでた。素敵はわざとだからね、どうでもいいか。きっと比べるまでもないよ。僕に足りないものを全部君が持ち合わせていたんだ。悲しくなるくらい、ああそれは今数えてたところだよ。不安とか迷いでできてる僕の胸の細胞、できるなら君と取り替えて欲しかった。花は風を待って、月が夜を照らすのと同じように僕に君なんだ。せーの、これで、一応簡単バージョンなんです。ちょっとコードがね、いろいろ出てきました。はい。もちろんガズレレショートカットバージョンでございまして、YouTube で出てたショートカットバージョンそのまま再現しておりますけれども、難しいですよね、コードね。4つ弾きでもちょっとコード難しいです。じゃあ、頭に入るように、ノートに書き出すときの題材のために、このノートを見てください。今はね、ちょっとイントロを省きました。で、この辺はね、G7 使っていつもの感じなんですけど、まあ、テロップと同じように見てください。ただしですね、これ、歌い回しがものすごく難しいですからね。歌い回しが、言葉のタイミング、ここは、やってみたらわかります。ものすごく難しいんで。じゃあメモっとってください、この辺まで。一時停止ね。はい。で、気になるコード、これ、G シャープ欲しい。これは後で解説しますけどね。はい。はい、この辺もですね。で、あとこう、D が出てくるんですよ、D が。
はい。まずここからの、ここからここまでのサビまでの間に出てくる難しいコードは G シャープ星と D ですね。はい。で、ここからサビになります。単純なことなんだ。ここキーが変わってるんですよ、実は。で、ガズレレいつもの簡単だとキーが変えずにやっちゃうんですけど、どうもこれはこれやった方がいいなということで、転調してますね。G。G も出てこないですよね、なかなか。こっからちょっと難しくなるコードがね、いろいろ出てきますから。まあ、ひとまずメモ最初に取っておいてくださいね。はい、OK かな。じゃあコードの解説いきましょう。どんどんいきます。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7、A7。ここはですね、入門コードです。一応、ガズレレ必須コードの中。ガズレレ必須コードっていうのは、コードっていうのはね、星の数ほどあるんですけど、ガズレレ YouTube チャンネル今ご覧になってるガズレレと一緒にセッションしたいときには、この8個のコードのグループを言ってんですよ、ガズレレ必須コードっていうのは。その中のグループなんで、このガズレレ必須コードのコードの覚え方を以前解説してる動画をここに貼っとくんで、今、ここはその動画を見て覚えておいてくださいね。じゃあ、どんどん今日出てくる超激ムズコード、どんどん行きましょう。はい。まず G。B7。B7。これ二つ押さえ方ってどっちでもいいです。はい。B7。あとは G シャープ押し。で、D。今の簡単バージョンはこのコードでやりました。ここの今、G と B7 と G シャープ押しと D の解説をします。まず G。押さえる場所。こことここです。こういう風に人差し指が3弦。中指が1弦。これがおすすめですね。G。あるいは、3本こう押さえちゃって、4弦押さえちゃダメですよ。ちょいと立てるでもいいですけど、今から覚える人はこっちの方がいろいろいいこと多いと思います。これを G ですね。どんどんいきますよ。じゃあ次。2つ押さえ方がある B7 です。まずこっち側の方が簡単じゃないかなと思うんですけど、ちょっと両方やってみて都合がいい方にしてください。じゃあまず、1個の B7。こうとこうとこう。こことこことここ押さえて、1弦も押さえないです。こうですね。はい。これが B7。もう1個の方の B7 は、2フレット全部押さえてちょいと足すんですね。ここをちょいと足す。はい。これ両方同じです。この人差し指1本で押さえるのを制覇とかバレーとか言うんですけど、こうビチッと押さえて、ここ曲がってたら絶対押さえられないです。まっすぐにして親指とこうキュッと挟み込んで、こっちに引っ張り込むような力を使うっていうのが結構ポイントで、しかもこの面はちょっとくぼみがあるでしょ。だから弦が入っちゃうというのは音が抑えられるので、ちょっとこの面を使うといいんじゃないかというのが私の考えで、こういうイメージよりもこういうイメージで大げさにやると、こういうイメージ、大げさにやるとね。こう、あと、たまにこうやってやってる人いるんですよ。これ反対ですからね。こうですからね。はい。これでちょいと足す。これ B7 ですね。はい。で、今日一番キーポイントになるのはね、この G シャープ押しってことなんですけど、これガズレレ流ですね。まあ、サボりコードって言っちゃうんですけど、これがよくたまに出てくるんですよ、これ。さっき出た G を1個、こっちにずらすんです。これはだから覚えておくといいと思います。サザンとかね、いろいろ出てきます。ドリカムの曲でも出てきます。さっき押さえた G、これこのまま1個ずらすだけ。はい、いいでしょ。なんともいない響き。これ G シャープ押しってことにしてますからね、皆さん。 G と G シャープ押し1個違い、ずらす違い、4弦そのまま弾いていいです。で、あと D が出てきます。 D はこうやって押さえます。こことこことここを、まあこういう風に押さえる感じですかね。1弦は押さえないですよ。こうです、こうです。これが D。 ちょっと瞬間的にやるの難しいんですよね。これ F からD1 回だけなんで、この D は結構難しいかもしれませんが、D はここで。で、もし、一瞬なんで、人差し指でこう全部押さえて、ジャーンと弾いちゃってもいいですよ、2フレット全部を。これでも一応、一瞬なんで、まあ、OK としましょう。はい。ここまでがいい、まあ、言ったらシンプル簡単バージョンなんですけど、かっこいいバージョンのコードも流れで説明しちゃっていいですかね。まずね、Bm7 っていうコード。これ D と似てんですけど、Bm7 は、こっちの B7 とも似てるんですけど、人差し指で全部押さえるってだけなんですよ。これ。これが Bm7。これ前奏と、途中サビに行く決めのところ、かっこいいバージョンでやるサビで決めるところで出てきます。これ Bm7。あと、前奏にちょっとだけ出てくる A シャープね。これもね、まあまあ、押さえる場所、こことこことこことこと。ここ2つ押さえてちょいちょいと押さえるパターンと、さっきの制覇って1フレット全部押さえてちょいちょいとこう押さえる。押さえる場所は、こことこことこことここですね。だからこうでもいいし、こうでもいいです。はい。これ A シャープ。前奏だけで出てきます。はい。ここまででコードの解説だけでもうお腹いっぱいでしょ。はい。どんどんいきます。弾き方は、前半、A メロはガズペジオ。ガズペジオ。で、歌中は16ビートのチャです。ガズペジオ、16ビートのチャ。ガズペジオっていうのは C で弾くと、ちょっとピアノっぽい感じの、迫力のあるアルペジオという感じで、16ビートのチャ。
これね。はい。ここのリンク行ってください。ここのリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中からガズペジオをまず探してもらって、その、この弾き方を覚えてもらって、それで、その下の方にスクロールしていくとですね、あります。16ビートのチャガ。はい。16ビートのチャができるまでになるには、まずは8ビートをマスターしてからじゃないといけないんで。まあもう、もし面白いなと思った方は、8ビートからだんだんやってってくださいね。ここでリズムはこれでいこうと思います。あと、決めがあります。この決めがなかなかね、ちょっとやってみようかな。サビの前の決めです。今に書いてたステーキはわざとだからね。どうでもいいか、チャッ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 パッパッパン。F で、チャッ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 。カッティングできたら止めてください。チャッ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 で、1弦の0、3弾いて、Bm7。もう一回。F、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 0、3、Bm7 です。ここ決めですね。どうでもいいか、F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 、0、3、Bm7。1弦の0、3が入るんですね。文字で表すと、ここに書いてあるんですけど、FFFF 1弦の 03Bm7 ですね。はい。Bm7 こうさっきのシンプル簡単バージョンはここ D で押さえたんですよ。D と Bm7 ってさっき見るとわかるけど、D とね、Bm7、1個の音が入ってるかな。まあほとんど一緒なんですよね、つまり。もう一箇所決めがあってですね、ですね、ここです。一体どこから話せば君の、ここ、君という数的な生き物の、ここのところで、じゃんじゃんじゃん、この、なんつうの、最後の一拍だけ G7 弾きたいんですよ。こうです。ここのとこやると。君という素敵な、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃじゃんじゃんです。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんで、なー。わかった？ Am, 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 G7 っていう拍でやるかですね。ここ、結構難しいところに入るんで、ポイントです。はい、それでは、そんなことを踏まえまして、かっこいいバージョン。ちょっと歌い回し難しいですからね。かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。テン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 。Number、 かっこいいバージョンやってみました。これは結構難しいです。かなり難易度高いですね、これはですね。16ビートでもあるし、歌の乗せ方がもう、あのね、これは本当、聞き込んでないとできないです。もう本当だからもう、覚えてね。でも、できるようになったらかなりもう気持ちがいいです。はい。ぜひ、ぜひ皆さん、チャレンジしてみてください。ありがとうございます。はい、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。はい。それでは、ご案内、見てください。さよなら。12月沖縄行きますよ。沖縄那覇と宮古島です。来てね。12月15、16、もうさ、ウクレレといったら沖縄似合いますから。もう一人で
大歓迎です。待ってまーす。はい、CD 出してますよ、CD。ガズも CD、レッツゴー最高。ただいま Amazon で発売中ですけど、タワーレコードでも販売開始になりまして、来年1月17日は、新宿のタワーレコードインストアイベント決まりましたので、皆さんお時間空けといてくださいね。ホームページにそのこと書いてありますからね。はい。で、年が明けたら、大阪、名古屋行きます。1月19日大阪、1月20日名古屋。待っててください。本もいろいろ出してますよ。ほい。主婦ともから出てるガズのいいことばっかり言ってる本。生き方、楽しみ方、音楽で。はい。もうこっちは、リットミュージックから出てる教則本。これも毎日わかりやすいですから。はい。いつものこれ、ガズレレ歌もシリーズもボリューム4まで出てますが、来年5、出ます。大阪と名古屋で発売します。先行発売。はい。ああ、盛りだくさんだ。さよなら、バイバイ、いっちゃう。